はい、それではですね、一級観光地の一次検定の施工管理法の応用能力、この要点について説明していくことといたしましょう。でまずですね、施工計画ね、順番にこうきますからね、計画から。で計画ではここでは工事の申請とか届け出先の組み合わせ、この問題ですね。でこれでまずここではですね、工事のですね、整備対象設備等の着工工事ね、これはですね、消防庁または消防署長にこう提出、都道府県知事じゃないですねということです。誰が誰に届けてるのかと、こういうものです。ここはね、梅煙発生施設設備のこの届け出ですね。でこれは誰かというと知事ですね、都道府県知事に、届け出をしなきゃいけませんよということで、誰が誰に届け出関係を少し整理をしておくということになりますね。では次行きましょう。で次はですね、工程管理ね、まず施工計画終わったら今度は工程管理。で工程管理はですね、これはバーチャート、どういうグラフか、横軸に工期をとって各作業の実施予定をどう書くかというと、横線ですね、横線で表示するんです。これ S 字曲線じゃないですね、これは出来高の方ですから、これはバーチャートではありません。ですからこれは横線で表示をしなきゃいけませんよと、こういうものです。それから今度はここですね、4番のところ、ネットワーク工程表では作業の順序関係は明確ではあるが、作業が遅れた場合に後続作業に及ぼす影響と把握などは速やかに対処できない。対処できないっていうのはこれはバーチャートの性質で、ネットワークは対処できるというわけですから、こう速やかに対処できるということになってきますね。こういう関係を整理しておく。極端難しいのは出ませんので、しかししっかりした内容の方が出てくるのを注意しましょうね。それから今度はですね、工程が終わったんで、今度は品質のところですね、品質管理。品質は特にグラフ関係を整理しておく必要があるでしょうね。そしてでまずここですね、 A 図はね、これは散布図ですね、これ散布図ってある、これ散布図ですね、2つの相関する X と Y の関係をこう相互関係を理解するというね。でこれは分布状態を見てね、品質とこれに影響を与える原因が特定できる。これ原因が特定できるっていうのは、これ特性要因図っていうね、特性、こういう図ですね、特性要因図とこういう図です。ですから魚の骨のようですけども、これは原因が特定できるのはこれ特性要因図という、だからこれここで言ったような散布図ではありませんよと、こういうことですね。もう一つはですね、これ2番目ですね、図 B のですね、この特性要因図、図 B はこうですからね、これはパレット図ですから、これ特性要因図はありませんね。ということで、パレート図は、これは改善すべき不良項目などが割合がね、不良項目全体に占める割合が分かる。これはパレート図ですね。不良項目でこれだ、各項目がこうです。この割合が分かってくる。そういうようなことで、グラフの、特徴をちゃんと整理しておくというところは品質管理上問題ですよ。ね、このほか、ヒストグラムだとか、管理図だとかありますからね、注意しましょう。それから次、今度はですね、安全管理やっていきますね。安全管理。安全管理はですね、明かり掘削作業を行う場合の、建設機械が転落する恐れがある。こういった時は運転者は自ら十分確認をして行うように運転させると。それじゃなくて、誘導者、ね、こういう危険がある時は、恐れない時、誘導者を配置しなきゃいけませんよ、というような問題になってきます。で、2つ目はですね、交換足場。これを組み立てる時にね、この接合部だな。交差部。こういうところはですね、鉄線などってのは、鉄線ではなくて、これは付属金具、ね、付属金具によってしっかりと結んでくださいよと、そういったようなところを注意するということなんですね。そんなに難しい問題じゃないんですけども、要点でしっかり理解しておく必要があるでしょう。それから続いて今度はですね、工事管理あります。工事管理ね、工事管理ではですね、これはここですね、伸縮する縦間の触れ止めをする場合ね、支持点は管が上下に動かないように強く締める。これどういうのかというと、例えばこういう貝のところあってね、でここのところ外側にタバコを取り付けると、管をね、各貝ね、つける。これ針ですよ。ここに取り付けるときに、こうやってここのところしっかり取り付けちゃうと、ガチッとつけると移動できないよね。そうするとこれは地震が来たらひび割れちゃうから、管が、これ
緩く締め付けて上下に動くようにする。だから動かないで動けるように緩く締め付ける。これがあのポイントなんですね。だから3番のところで上気管、ね、横走り管をですね、あの下方より片方の触れ止めの指示により指示する場合に保温材をつけたままローラーの上に乗せておく。そういうことできませんからね。一般にこうやってここにまあ管が通ってるとしましょうか。ね、導管が通ってる。でこれをここを切って、こう切って、ね、この保温材を切って、でここにローラーがこう乗っかるようにこうするよね。ローラーがこう乗っかるようにローラーが、ね、これを伸縮できるようにするわけだな。ということで保温つけたままではここだから切って、ここだからこう切除して、それでローラーの上に乗せると。こうね、でこれで伸縮できるようになるわけね。まあ、ということでこういうの違います。そういう問題。それから今度は今度は工事管ですね。ここも工事管です。でこれは、管の熱による伸縮ね、寒くなったり暑くなったり伸縮するわけです。でその時は、ね、伸縮過ぎても儲けないです。フレクシブルジョイントのこれは地震が来た時に上下関係とか横関係とかね、水平関係じゃなくてあらゆる関係の方向に移動するためフレキシブルを使うんであって、これはだから伸縮すぎてまたはスイベルジョイントね、まあ、これがあの使われるということで、ここのところは違いますよね、ということになってきます。それから4番ですね、これは配管長部の自動空気抜き、空気抜くんですね。だから管内が制圧でないとダメでしょ。不圧だと空気入ってきちゃうから空気抜きたいのにね。だから空気抜きだから、これは自分のところは圧力が高くないと空気抜けていかないから、だから制圧でなきゃいけないよね。ということで管内が制圧の時に、空気調布はここに設けますよと、ね、まあ、そういうことになってくる。だから管で言うと実はこうね、回って一番高いと、ここが一番なんかここのところに設けて空気を抜くと、ね、まあ、そういう関係です。だから不圧なのでこう制圧のとかね。はい、それじゃあ続きます。はい、それから今度はですね、ダクトの工事関係、ダクトの関係、ダクト工事関係ですね。でこれは1番ですね、長辺が750ミリを超える長方形ダクトの継ぎ目、こうな、こうダクトこうあると、これは750以上あると。でこういうところは継ぎ目をこことここの2つ、ね、少なくとも2箇所はもう1箇所ではダメですよ、これをね。ということで、これを超える場合は2箇所してくださいよということですね。それから4番のところ、円形ダクトの周りの内側の半径、これは円形ダクトの直径の4分の1じゃなくて、これは2分の1ね、こうやって円形の直径をこう回ると、ね、ぐーっとこう曲がってくると、まあ、こういう時のここの周りの半径だな、これが D だとしたら、ここの直径は2分の D になるようにやってくださいよ、まあ、こういうことね、2分の1以上になるようにしてくださいというような問題。以上ですね、施工管理法の応用能力を終わることにいたしましょう。